時矢カンパニー代表の関根です。今日は何冊か本を読んだものを紹介したんですけれども、まず1冊目が YouTube 革命ということで、これ YouTube の副社長さんが書いてる本なんですね。なので、まあ、YouTube についていいことを言ってんのかなとちょっとこう、まあ、考えながら読んでたんですけども、それでもすごくいい本ですし、2018年の3月に出てですね、これを読んで改めて、まあ、私も YouTuber ですので、YouTuber としてやっていく価値があるなと思いました。まあ、特にですね、YouTube っていうとちょっとこう軽い感じで、なんかこう一発屋の方々がパッとこうなんか受けたんじゃないかっていうふうに思ったんですけど、そうじゃなくて、まあ、チャンネル運営を成功させるには長期間にわたる努力が必要で、まあ、すごくこう信頼関係を築くために時間をかけてやってるっていうのが載ってるんですね。あ、でこの方はその副社長としていろんな YouTuber を見てきて、そういうことを思ったということで、やっぱり地道な努力が必要なんだなと改めて感じました。ということで、まあ、私も地道にですね、合同会社マイカさんの協力を得ながらこの YouTube 動画を上げていきたいと思います。それでは